お疲れちゃんスロットス、今日ですねこちらミラー枯渇やっていると思います。さあということでこちらなんですけども、新環境生まれたデッキで一番使われてるデッキですね。なんでもともと使われてたアチャクイロイホグのクエイクであったりだとか、まあそういったデッキを除いて、まあ新環境生まれたデッキ、まあ未来のデッキって考えたらね、わかりやすいかな。ということで今日はねミラー枯渇でやっていきたいと思います。まあなんかミラーがね、今回バランス調整で強くなってレベル16のゴブリンバレルが生まれるっていうので、まあ間違いなくミラー枯渇は強いだろうっていう想像がついたんですけど、まあ本当に強いですね。もう1万流行ってます。まあ、あとこのデッキはね、あと、まあ、流行ってる理由のまあやっぱ大きな部分でめちゃくちゃ使いやすいです。多分1回使うとびっくりするぐらい使いやすいんで、皆さんね、ハマりすぎには気をつけてほしいんですけど、うえい、まあ、このね、なんだろう、バレルミラーもあるし、防衛はね、やっぱり陸硬いアウトローとか、スケルトン部隊とかいて、まあ、なんとかなるっていうので、めっちゃいいっすね。本当になんか、なんとかなるっす。やっぱ、クロロはやっぱ、なんとかなるかどうか大事だと思うんですよ。こういうね、どうしようって時に、アウトロー出しておけば、なんとかなるっちゅう。さあ、でも今回相手が、ウッド持ってるんで、まあ、なんかこういう吹き矢とかもね、刺さったらいいなぐらいで削っていきましょうか。吹き矢強いんでね。で、あとは、暇だったら、スケキンとかアウトローを後ろから出したりとかしながら、さあ、で、これ、打っとくると、まあ、萎えるんですけど、なんと、スケルトン部隊ミラーがあります。まあ、これには相手もびっくり。で、ウッド使ってきたら、お主、それは、こっちですね。これ、同サイでもいいんですけど、逆サイ行くことによって、このスケキンのスキルもね、使えるっていう。さあ、どっちかは絶対入る。で、なんなら、ボンバーを、しばけ。熱々、漏れてる、漏れすぎ、スケキン。え？いやお前強すぎだろ。ここ最近マイティ頑張ってんのに。ね、こっそり強化されて、こっそりでもないけど、強化されて頑張ろうってなって、あいつそんなに活躍できる場ないのに、えぐ、ワンパンです。さあ、というので、スケキンとの組み合わせも強いですね。あとはもうほんと、ウッド咲く場所が、もうスケバレバレル、アウトロフキア、スキャブ、で、なんならミラーでどっかも追加できるんで、もう、まあ、ウッド持ってる相手に、こんなに勝てるなら、もうウッド持ってない相手当たった時も相手泣くしかないですからね。はい。さあ、吹き矢でスケブとかも出して、まあ、キョスケの爆破めんどくさいよねーって思いながらね。まあ、これはもう許容してね。カウンターですよ、こんなん。しょうがないんですよ、こんなん。さあ、なんで、じゃあもうカウンターでね、もういっぱい、あ、いっぱい行きまーす言うて。で、もう5打っちゃうか。よいしょ。いや、吹き矢残れ。吹き矢が残れば、熱い、ちょっとだけ入る。で、ウッド使ったんで、まあ、ゴブリンバレルと、まあ、真ん中アウトロースケブとかしてもおもろそう。っていうので、やります。真ん中アウトロースケブ。さあ、これ、もう、えぐくね？さあ、タワーにも入るし、このね、キョスケも、ボーボコにしていく。で、次、最悪なんか来てもね、スケブミラーとか思いつくんですけど、さすがに、ウッド使われて、なんか、変な感じになりそうなんで。まあ、ここはね、一個おられる覚悟で、まあ、こっちも攻めてあげて、なんならもう守ってあげてっていう。いや、なんか、もう、ウッド枯渇が多すぎて、どっかに相手、ウッド使わなきゃ、それこそアウトローとか吹き矢とかスケブにね、攻めウッド使わなきゃやっぱ攻めれないんですけど、相手はね。まあ、どっかに、もうほんと攻めでウッド使ったら、もうね、スケブ、スケキン、なんだ、スケバレバレる、もうフィーバー来て、ああ、無理ってなっちゃうっていうので、まあ、実質相手がウッド5枚ぐらい持ってないと、まあ、開けないよねっていうデッキですね。さあ、で、今回ラバっぽいな。もうラバとかも、アウトロミラー、吹き矢ミラー、あとはファイボミラーが結構良かったりしますね。さあ、高めメガゴは反応若めですね、なかなか。さあ。まあ、ラバにはね、結構積極的に攻めていきたいかな。で、ここ相手もファイボ使ってるんで、もう積極的どころじゃないんですよ。もうやりすぎやろぐらいで、ああ、相手しかもタイミングかぶったっすね。で、これ、逆サイエスケーブとかも言っとくと、この吹き矢に対応してきたら、そうっすね。対空から対応してくるんですけど、その瞬間ね。いやー、これはもう、スケキンのスキル、使わなくても、いや、使っとこうか。いや、これ使ってもそう。で、スケバレで、なんなら左も降りてって、これやばいよ。やばいよ。これやばいよ、マジで。で、いや、やばい、マジで。笑い、スケルトン多すぎ。え？待って、折れる、ファイボ圏内です。やばくない？なんかズルしたみたいになってるんですけど、ズルしてないです。いや、てかマジで、このデッキ本当にガチ強いんですよ。
そのまあも、まあ、弱点って言ったら多分クエイクウッドの高回転系なんですけど、今回クエイクが加砲されたことによって、まあ、タワーダメージが加砲されただけですけど、結構使用率が下がると思うんですよね。でそうなってきたら、まあ、クエイクウッドのセットが減るだけでやっぱスケブとかも行きやすくなってきたり、デッキもなんだろう、このデッキも刺さりやすくなってくると思うんで、いやマジで今のエグいねなんか相手身内でやらしてさ、ちょっとラバのタイミング合わせてよみたいな、仕組んだかのようなね、綺麗な落ち方したんですけど、いやエグいね。そうマジで相手はね、この僕のなんだろうな、この鉄壁を、別に鉄壁ってわけでもないけど、突破するには本当に攻めでウッドとか、まあ、何かを使わなきゃいけないんですけど、これ虚勢エレジャイとかみたいな、そんなやつかな。あ、これ吹きは延命してくればよかったかな。まあいいや、多分トルネスパーキーのやつですね。でファイボとかもないんで、もうこういうとこにアウトローつけたら相手結構渋々じゃない。手前にやっちゃいます。ウッドはね持ってないんですよ。近機動もできない。これいや、スケキンのスキル使いたいな。まあ、ここで使っちゃおう。トレーナー使ったんだね。まあ、関係ないか。おい。いや、マジで、そう、スケルトン部隊アウトローが強すぎて、攻めウッド使わないと絶対突破できない。使ったら終わりっていう地獄です。さあ、スケバレ飛ばして、まあ、ハンター来たらハンターかな。で、まあ、今回相手がクエイク持ってたんで、まあ、そこはちょっとめんどくさいかなーって感じかな。まあ、クエイクぐらいなんとかなるやろっていう。もう吹きやね、これアウトローつけるだけで強いんでね。まあスパーキーとタイミング被ると嫌なんで、いかないんですけどね。さあ。回収。いや、スパーキー来たら、スキル使ってなんかいい感じにできねえかな。で、トレーナーで近機動警戒でもう一回内側に出したいな。いや、これでもさ、スケキンのスキル、使い得じゃない？これ使って、マジでさ、スケキンが、スケキンじゃない、キョスケが溶けてくれたらそれだけで美味しいもんね。さあさあさあ、いや、トレネ下げてくる。ここもう一回トレネか？おお。さあ、ミラートレネは来ない。蓋してあげて、これなんならさ、逆サイアウトローもあり。いや、これファイブミラーとかで溶けるんじゃね？いや、冷静に、フキアに芝居てもらう。いや、マジでフキア強え。で渋い俺。これスケルトン部隊ミラーを考えるっすね。やば、待って、やば、耐える、耐えて。右が落ちてるんで、ここ耐えれば耐えれるんですけど、クエイクバレルの、もう一回バレルが飛んでくる。やめてー、耐える。さあ耐えてく。さあ相手もバレルミラーみたいなね、最近流行ってるキョスケバレルミラーでしたね。いやもうね、バレルミラーとかキョスケミラーが結構もう当たり前にはなってきたっすね。でクエイクが加砲されたのはめちゃくちゃいいバランス調整って感じかな。まあなんかよく強いデッキとかこれ強いですってなっても、やっぱ本当に強いのっていう、実際に使わなきゃね、あんま強さわかんないし、使ってもあんま強いかわかんないとかあるんですけど、マジこの枯渇に限っては、もう見るだけで、うわ、間違いなく強いっちゅうやつですね。もう使わなくても上がる。使った瞬間はもう化け物やんっていうのを感じ取れる、本当にね、OP デッキだと思うんで、使ってみてほしいんですけど、弱点は枯渇対決に勝てないですね。相手ウッド持ってて、自分ウッド持ってないっていう、辛い現象に陥ります。まあでも、勝てないことはないですね。あ、でも相手スピスピ枯渇だ。相手ウッドのやつだ。ウッドをなんかスピ系に変えてるんですよ。そう、回転早いからっていうので、ウッド1枚ねスピになってるんですよね。そうだからウッドがないんでちょっと勝ちやすいっす。いやー、美味しい美味しい美味しい。さあ枯渇対決とはいえ、お互い枯渇がないっていうのでちょっと新しいね。さあもうこれは男の、いやーもう全てを受け止めていくアウトローでスケキンで、もうこれでねカウンターです。まあ、スケキンにバルキリー使ったら、ゴブリンバレルが刺さるよねっていう感じかな。バルキリー出したいタイミングぐらいで出しちゃおう。さあ、うざめ。いや、あれ5ってもよかったな。スキルは、使えばよかったんすけど、謎に渋ります。やばい。うざいな、これ。
男の強です、男の強です。相手がやっぱザップ系ないんで、もうこれでスケルトン部隊である程度守れるんですよね。で相手もねスケバレ、エレスピとかハイスピも持ってくると、でこうなってきた時に俺がしっかり相手のあの吹き矢さえどうにかしてしまえば多分ね大丈夫だと思うんだけどな。よいしょ、まあ、スケキンでもよかったけどね。いやバルキリーカンパールっすね。あとはまあ僕はね一生守ってれば負けないっすね、ぶっちゃけ。でここ強いっすね、相手バルキリーいないサイクルなんで。いやー LSP が強えな。よしよし、いや流れはいい。だから俺がマジで本当に一生守ってれば負けないんですよ、単純明快シンプル。いやーマジであの吹き矢やだな。さあ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 、一生守ってる。あスケキンも、スケキンお前ズルだな。なんかこれ手前だな、俺の目がいい。なんなら左も圏内来てるね。よしよし、そう、もう守ればねマジで負けはないんだよね多分。守ってでもスケバレの落下が強い。でもこれしっかり、うん、耐える。スケキン頑張れ、お前なら頑張れる。いやーなんか吹き矢強いな。ちょっと待って、ここにファイブを使い始めると結構ね良くないっすね。さあミラーファイブ耐えてく。マジで攻めたいんだけど、ちょっと待ってね、相手の方がね1コースとかいってねちょっと回転早いんですよ。よし、さあ耐える。マジ粘りのラリーですからね、粘ってもうスケバレバレルでフィニッシュを決めます。スケバレバレルバレルだ、スケバレバレル。いやめっちゃいいんフェ、それうまい。もう一回ね、このこいつだ、これでマジである。いやめっちゃ受け、吹き矢しばけ。いや右サイドは鬼の許容できそうなんだけどな、あまり許容しすぎても怖いみたいなのがある。ファイブミラーとかいかない俺。いや怖すぎ。ロケット来た、ロケット来た。さあロケット来た、ロケット来たからもう攻めるしかない。スケバレの落下ダメ欲しい、落下ダメで。よし、もう一回攻めて。よし、おーい、あぶねー。いやさすがにあいつちょっとうまかったな。もうお互いウッドない枯渇対決っていうのはちょっとレアでしたね。あ来た、ベールだ、海外のチーム、けそう有名プレイヤーですね。そうマジでね本当に強いと思うな。もう弱点はウッド、ウッド持ちの同系統かな。うーん、よいしょ。さあスケバレ一旦飛ばします、飛ばして考えればいい。でここにもうスケキン出すのでもいいし、まあハンターなんで三重視かな。ハンターヒースピってマジ三種か、まあロイホグの可能性もちょっとあるっすね、どっちかって感じかな。さあゴルナイウッドか、いや三重白フグとかもあるな、ちょっとだけ嫌ですね。高回転のウッドっていう、三重視だったらね基本的にタルババなんですよね、ウッドっていうのがね怖い。さあでもこれねマジでチャンピオンで生活サイクルじゃねえわ、クララのこのサイクルが変わるんで、あ待って、なんかボタンミスってスキル使っちまった、なんだこのスキル。やばい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 、人気かよくわからん人気ですね。サイクルがぐっちゃぐちゃになるんでね、今みたいなあれは熱い、なんだっけ、もう何も出てこん言葉が。本当に。わかりません。一旦落ち着きましょうか。相手がウッドでロイホグで、まあ、人気ロイホグか、ちょっと珍しいですね。あそう、回転のサイクルが変わるんでねって言いたかったんですよ僕は。よいしょ、いやいいね。いやバレルはまあ倒してもいいけどな、無理しなくてもいい気がする。で後ろ反対読みの手前バレル当たらない、後ろ反対読みの斜めバレル、ウエレキ、いや見てんねーあんた目がいいね。さあエレキとハンターいるっていうのがまあレアなんですけど、そんなんどうでもいいかな言うて。よいしょ、さあスケバレ
まあ暇なんでファイアボで削っていきます。でスケキン出して、ここで相手がサイクルオフィク来ても30視点開始来てもミラーファイアボでしばけます。うん、いや後ろからユニット溜めてくるのでもきついっすね僕。よいしょ、ユニットめっちゃ溜めてくるっすね。あとヒースピでね、いやらしいね。まあさすがにこれファイボ、これでファイボ打たんのはマジでねアホっすよね。でウッドが欲しいね、間違いなくこのデッキ使っててね皆さん思います、ウッドが欲しい。でもウッドないんでマジで頑張るしかないっす。よいしょ、さあ耐える。いやめっちゃいいファイボ飛んできた。ファイボ飛んできたらカウンターです。いきます、こっち行ってこっち行って、いやウッドは使った、さすがにここは攻めていく。いやそれうまい。でスキルだけで完封。おゴルナイがバカしてるバカしてるバカしてる、熱い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 、相手のゴルナイバカだ、あいつマジでバカいた。いやガチでかい、いや普通にでかい、今ので結構救われたっすね。うん、やばい、なんかやばいやばい、なんか位置がやばい、ユニットのうん、ムードやだ、やばい痛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 い。いやーマジで本当にねこのデッキ強いと思います。まあ高回転ウッドだけ引かずにね、なんテンプレ系は引くときついね、26とかクロスとかコカツとかそんな感じかな。さあゴースティングきた、ゴーストってことはまあ3死ペッカータルなんで、三死神器の2種類ぐらいじゃないですか。で、三死にはね、意外とね、このミラーファイブが刺さったりしますね。ファイブを打って、あ、相手ファイブを使ったってなるじゃん。からのもう一回ファイブを打てるのが強いですね。で、これ、相手、タルミラー使ったんですけど、もう一回いきます。で、あとは、ファイブを打ってからの、ここスケブ使っちゃうか。ファイブを打って、スケキンからのもう一回ファイブもね、結構いいんですよね。なんか、えってなる、相手からしたら。そう、まあ、それが、まあ、ミラーとこのチャンピオンの仕様のね、強みかなっていうので。いやー、これはね、スケブレ飛ばして、なんかあれだな。ファイブミラー、本当は欲しいな。まあ、ファイブミラーちょっと欲しいな。ここで、持ってきます、無理やり。無理やり持ってきて、ここで決算ししてくれたら、マジで美味しいんですよ、これ。ファイボ16。さすがに分かってるか。で、ここでスケキン出すやん。そしたら、ああ、ユニット出したと思って、サイクル変わったと思って、3死来るじゃん。あ、入れ、もう、はい、さよならです。あいつ。あの、もう、ミラーとこのチャンピオンの仕様ね、知らない人いますね。さあ、で、ここでギリギリに打つと、なんかユニット1体出てくる。うぃー。はい、ごちそうさまです。っていうので、めっちゃ強いっす。だからこれを分かって、三死全然出してこない相手とかだと、普通にきつかったりはするんですけど、いや、いいね。で、低めでしっかり受けてあげて、なんならカウンターね、にょいしょー言うて。いや、このゴーストの受けとかがね、地味にきついんですよね。まあ、お互いきついよねっていう感じかな。さあ、ゴルナイが走りたそうな顔してんな、あれ。こっちおいで。吹き矢には行くな。よしよし。で、これは、なんかもう、おしゃれにいっぱい行こう。あっち行け、あっち行け、あっち行ってる、あっち行ってるの熱いな。え？もう見て見て見て、しかも、はい、来たー。タルババ16は、ゴブリンバレルで、消えません。っていうので、相手今ね、びっくりしてました。全部残ってましたね。うん。いやこれはね、神のファイボ。ただのファイボ。うわ、めっちゃいい。めっちゃいいけど、ちょっと待って、悩んでる、俺がいる。なんで冷静に見て、危ない。タワー落ちないよなーって見てたら、すごい落ちそうでしたね。はい。まあまあ、やっぱ16レベルの、まあ、バレルとかファイボとか、なんでもですね、吹き矢もスキブもアウトも全部強いんで、まあ、この枯渇はね、今シーズンずっと強いんじゃねっていうので、すごいおすすめですね。さあ、ということで、こちらのミラー枯渇、皆さんもぜひね、非常に使いやすいデッキだと思うんで、使ってみてください。チャンネル、高評価もね、ぜひお願いします。お疲れ様でした。